どうも、基本一人です。今日はですね、味噌汁をですね、作ってみたいと思います。味噌汁といえば、だしですけども、以前はですね、こういう化学調味料的なだしの素ですね、粉のやつを使ってましたけども、最近はですね、2年ほどはですね、こういう、トップバリューですね、マックスバリューイオンの店で売ってるようなやつですね。これ1袋200円なんですね。16袋で200円か。そのいりこ味とかつおだしっていう両方あるんですけれども、まあ、今回はいりこを使って、やってみたいと思います。だしをまず取ります。そしてですね、具はですね、大根と、わかめですね。わかめ、生わかめと書いてあるか。あとはですね、油揚げですね。油揚げはですね、我が家ではですね、凍らしときますね。だからこういうふうにちょっと安い時ね、半額だとか3割引きとかっていうやつを、時にですね、まとめて買って、冷凍庫ですね、冷凍庫に保温しときます。今回は一つだけね、これぐらい使いますけども。あとは豆腐ですね。あと味噌はですね、業務スーパーの、1キロ、160円かな、ぐらいのやつを、使ってます。これ結構おいしいです。まあ、スーパーでね、普通に安売りでもね、1キロ200円ぐらいですけど、これ160円なんで、常時160円で売ってるんで、買ってますね。あとはどうかな、豆腐は普通の、400円じゃない、40円ぐらいのやつですね。350g で40円ぐらいのやつです。ということで、作ってきますね。水を600温めますね。今600入れました。まあこれのね、いりこの取扱説明書がですね、1パック 600cc ですよね、が一応目安みたいです。まあ、600cc ってどういうことかって、4人家族の味噌汁のまあ1杯分みたいな感じでしょうかね。まあ具を入れればね、5杯6杯作ることもできると思います。まあ、多少だしがね、薄くなりますけども、もっと水多くしてもいいかもしれません。わかめはですね、塩漬けの生わかめなんで、水でちょっと洗いますね。こぐらいでいいかな。わかめの量は適当です。わかめはこうやって刻んでおきますね。あと皮を剥いていきます。適当に刻んでいきます。大体こんなもんかな。あと油揚げも適当。これ、出汁がよく出るようにですね、これ箸でですね、ちょっとかなり火を弱くして、箸でこうやって、こう、なんて言うんだろう、揉むというかね、かき混ぜるというか、そういうことをね、割と念入りにやっていきます。そして、大根が一番煮えるの遅いんで、大根入れときますね、最初に。そしてしばらくですね、出汁を取るためにですね、
先ほど言ったように、大根煮込みながら、だしをですね、だしの袋をつっつくというか、そういう感じですね。ちょっとね、わかるかな？黄金色っていうかね、ちょっとね、汚い話になるけど、おしっこの色みたいにね、ちょっと黄金色になるんですね。それまでね、しつこく1分ぐらい、こう、だしパックをね、割り箸でつっついてます。だしはもう取ったんで捨てました。そして豆腐を入れます。あ、間違えた。いやいや、本当はこうやりたかったんだけどね。と変な切り方しちゃったな。まあいいや。っていう感じで豆腐を入れました。3分ぐらい煮込みましたかね。そこでこのわかめと油揚げを投入します。最後にね、火を弱くしてですね、味噌ですね。先ほど説明した業務スーパーの味噌ですけれども、こちらをまあちょっとね、適量としか言いようがないですね。入れながら、初めてやる人は、味噌汁の味をちょっとチェックしながら入れてみてください。こんな感じで、ちょっとね、多かったかな。こんな感じで、網に入れてですね、こっからこうちょっと、かき混ぜるというか、外の鍋の中に押し出していく感じですかね。これ玉しゃもじ使ってこう押し出していく感じです。まあこれでかなり溶けると思いますね。ちょっと今回はね、入れすぎちゃったんで、ちょっと水を入れたいと思います。最後ちょっとお湯を投入しましたけど、できました。うちはね、家族3人なんで、まあ2回分ぐらい作っちゃいますね。今日はですね、お昼ですけど、一人で誰も家族いないんで、まあ動画撮ってるわけですけども、ちょっとわびしく一人で味噌汁と、あとは残り物ですね、昨日の残り物なんかをちょっと食べながら、納豆とか味付け海苔とかで食べてしまおうかなと思います。こんな感じでできました。いいですね。こんな感じです。どうも、味噌汁ですね、こちら。作ったやつです。あとは残り物ですね。もう天ぷら、昨日の天ぷらとか枝豆の残りとか、納豆ですね。あとは、たくあんとか、まあ梅干しとか、こういう煮豆ふりかけあたりをですね、食べながらですね、お昼ご飯にしちゃいますね。ということで、納豆ですね、食べるとこ見せるっていうのも大変ね。今日作った味噌汁、割と具が多かったですね。やっぱりなんかちょっと、動画で作るからね、いつもよりね、分量多くしすぎちゃいましたね、いろいろなんか。豆腐とか大根がちょっと多いかな。動画作ってるとなんだかテンションが上がるもんですからね。ちょっと材料多くぶち込みすぎて、味噌も大きく入れすぎちゃって、そんでお湯を後で増量しましたけども、まあそれで、ちょうどよかったぐらいですね。ということで、こんな動画でもね、最後まで見ていただいた方いらっしゃいました。本当ありがとうございます。ということで失礼します。基本一人でした。ありがとうございます。